意外とね、後で気がつくびっくりすることって随分あって、捕まった宇宙人がね、実はこう両手、こう捕まってる宇宙人の写真あるやん。あれって実はフィギュア選手をちっちゃく、写真をちっちゃくして、服を着せてるように、こう、銀色を塗って作った合成写真みたいな。フィギュアの選手を。スケートの選手をちっちゃくして、縮尺で入れとんやな。で、あと、モンキーマンっていう猿の怪物がインドで暴れ回ってたのは、実はモンキーマンっていう映画の宣伝だったよね。だからね、英字新聞読むようになって、随分、わかることが随分多くなってきたな。ということで、今回も行きましょうか。山口敏太郎の日本大好き。こんにちは、ナムイチゴです。牛崎千佳です。はい、山口敏太郎です。最近でもあれやね、こういういろいろとオカルトのいろんな事実が暴露されてるからね。へえ、うん、よく宇宙人が捕まった写真ってよく出あるやろ。はい、なんかドイツかどっかでモノクロのやつですよね。あれドイツのエイプリルフールに作られたギャグ写真だって。へえ、でこう手捕まえられてちっちゃいやつやっとったやん、はい、俺は子供の頃は猿の皮を剥いで作ったそういう模型やって話だったけど、実は同じポーズ撮ってる、はい、当時のスケートの選手の写真があって、はい、顔もそっくりなんよ。ただちょっと銀色っぽく宇宙人っぽく塗ってるというね。もうだからね、今になって明らかになる。ほんでさっきも話したインドのモンキーマンっていうのかな。インドってみんな屋根の上で寝てんねんけど、え、暑いから庶民は屋根の上もっと暑くないですか。そうそう、涼しいんだって。3階建てとかだったら風が通って。でインド人でやっぱりそんな裕福じゃない人は屋根の上で寝るのが涼しい。寝てるとなんか鍵爪をつけた猿が来て、はい、襲いかかるという事件があったわけよ、はい、でその猿はヘルメットをかぶってものすごい跳躍力で屋根から屋根飛び移って攻撃すると、はいはい、でそれがね、なんか実際調べてみたら、そういうヘルメットをかぶってる猿が活躍する映画のプロモーションだったよね。へー、プロモーションであちこちでいたずら騒動を仕掛けていたと。でそんな日本で発表されんのよ、うん、日本のオカルト研究会で事件だけ発表してあと追跡せんから、うん、でどないなったんやかなと思って、このインド人が書いてる英字新聞とか読むやんか、はい、そしたらあ、これプロモーションだったよという結論が書いてるわけよ、うん、だからね、結論までちゃんと訳さなこれからのオカルトあかんよね、はい、ということでね、まあ世の中にいくつもの嘘があるという、うん、で、まあ今日もあれですか、嘘で塗り固めた人生を送ってる人が来てるんですか、ゲストで。どんな風やはい、ということで前回ゲストに出ていただきまして、今回も登場していただきましょう。怪獣記憶男伊藤博樹さんです。どうもースーパーヒーローマニアの伊藤博樹、人は僕を怪獣記憶男と呼びます。そして僕は嘘をつくのが苦手ですよ。はい、お隣さんから苦情来る。ごめんなさい、ね、あ、それは本当によく苦情来ますね。お隣さんがあるスタジオってほんでちょっと身近な感じでいいね、伊藤君来たね。まだまた来てしまいました。また来たのか。おお、来るなって言われちゃったけど来ちゃいました。やりたいことが山ほどあるいうことやな。まだまだやりたいことありませんからね。前回ほんだもうのっけから一個いとこか。何言っとく、ドラゴンボールから行くか。ああ、どうしましょうか。もうドラゴンボール、ドラゴンボール。俺北斗の拳マニアやから、はい、あれ、蜘蛛の銃座が死ぬシーンやって、はい、軽落飛行カヤモン店長をついた。これで貴様は喋ってもらうぞ。さあ、なんと最後のショーの正体を言え。なんと最後のショー、剣王のクソバカ野郎。ザバ見たかな。俺は最後の最後まで蜘蛛の銃座。はい、さりげなくカメラで撮っといてくれてます。はい、いや、このね、蜘蛛の銃座が運の銃座のも、はい、がモデルになったキャラじゃないかっていう説を俺が出してるね。なんでかっていうと、多分今の大体50代の作家って、はい、運の銃座さんのすごい影響を受けてるわけね。へえ。でその運の蜘蛛と読み替えしたら、蜘蛛の銃座っていう北斗の拳のキャラクターになるから、ブロンソンさんの世代は呼んでるから、うん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 、多分ブロンソンさんがモデルなんだ。運の銃座を蜘蛛の銃座として入れたんちゃうかなと。へえ。
確かにそれ言うと例えば山の不動もなんか動かざること山のごとしのあれから絶対来てんじゃないかな。あれは信玄から来てるね。信玄のね、はい、武田家の格言やな、はい、結構だから北斗の拳の裏設定って考えて面白いよね。そうですよね、はい、うん、で北斗の拳読んでない？全然読んでない。あ、そうなんだ。あれ見たい、はい、チャオズが死ぬところ。天さん、死なないで、ザーこの野郎、自爆しやがるとはな。あいつ、ほとんどダメージを受けていないぞ。チャオズが命までかけたのに。チャオズ、お前一人だけでは生かさんぞ。新機構砲だーで、感動したチャオズはですね、ケンさん死なないでと言ったばかりなのに、テンシャンは結局新機構砲って死んじゃうんですよ。チャオズのその気持ちもすぐ無駄にしちゃった。あずこ泣けるんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。すごいですね。うん、いやだからこのテンションを保てるのがすごいですよね。あ、でもそうなんだからね、やっぱりあの出落ちなんよね。だから10分とか長時間になるときつくなってくるから、あとはトーク力を身につけるだけやね。あとは下り坂一直線ですよ、ね。でもそれで頑張ってこ。本当それで言うと一番最初のオープニングトークにちょっとだけ入り込んでしまうと、あの、うん、まさにその外科医の写真とか、ね、ネッシーの、うん、あれ も20年前くらいみたいですけど、うん、今似たようなそういうのがどんどん出てきちゃってるってことなんですね。うんね、急に素に戻る。うわあ、キャあのね、もういや俺もフリートークできるんやでって見せたかったんだ。伊藤さんの笑顔からの真顔の切り替えが怖いんですよ。あ、だから病んでる病んでるよね。多分目が。いや、やりますよ、そりゃ。疲れ切ってるもん。いやいや、僕は疲れてませんよ、もう、本当に。うん、明日の朝までずっとこのテンションでやりますよ。北朝鮮から脱北してきたみたいな顔してるもんな。ちょっとあれです、またという。あ、いやいや。違う、伊藤さん、顔が伸びたの。ビヨーン。違う、前に会った時、もうちょっと丸くてちっちゃかったのに、なんか縦長になビヨンって伸びた。これは2年間のやっぱ、ミジション。あれ、頬がこけたんじゃない？もしかしたら。痩せたんですか？痩せたな、とちく、だがまだ生きている。そんな、そうなんですよ、あの、何今のまさにカサンドラにずっといたような感じ。ケンシロウのお兄さんの話。ああ、なるほどね。あのだってあの、もうできんねんの、いろんなこうシェイクやってたから、あの、お酒は何でも作れるんでしょ、カクテルは。何でもかどうかは分かんないですけど、とりあえずうちの店で作ってるのは作れますね。でもなんか、伊藤君の気分によって、薄さが違うと大阪から聞いたけど、同じものを注文しても、その日の体調によっと。ちょっとあの濃かったり薄かったりするとか言って、ごめん疲れたもん、まだオープニングやのに、トラッシュ、僕もう疲れたよ、うん、そこで休んでてよ。それただのセリフや、ね、確かにね。だから今日ももう丸々1回分ね、はい、ゲストとして、はい、前回その、はい、前回どうでしたか。もう出てきた途端に、多分ラブさんに、うん、はい、もういいよ、さよならって、ね、言われて、だから僕素直に帰っちゃったんですけど、うん、あれ考えてみれば僕まだあんまり喋ってないなと思っちゃったんで、今回も来たって感じですね。なんか、私たちレギュラー3人、3対1なのに、なんか、完全に伊藤さん9、私たち1みたいな雰囲気になってるんですけど。ん？ごめんなさい。存在感が、ね。存在感が。すごいですね。濃厚ですね。伊藤さんをいじっとったら時間もガンガン消費していきますから。すごいですよ。でもまあ2週目までが限界だよね。3週来たらもう帰ってくれっていう感じ、ね。聞いてる方も疲れちゃいます。ああ、もうお願いします。伊藤君はもっと長持ち、間が持つようなキャラにちょっと変えていかないからね。面白い。面白いですね。はい、はい、そうですね。そんな感じでね、お送りしていこうと思います。はい、趣旨いきます、はい、番組の。はい、お願いいたします。趣旨です。この番組は、様々な価値観が行き交う現代の国際社会において、改めてこの日本独自のカルチャーや民族学を、オカルト研究家山口敏太郎とその仲間たちの目線から見つめ、楽しんでいこうというラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、どうしたんですか？FM ビザン。他、YouTube、iTunes ストア他で放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。はい、ということでお送りしておりますけれども、なんか Twitter の方で、質問というか、あ、ちょっと収録前に、山口さんのアカウントの方に、なんかね、
ご意見があって今から収録ですよって言ったら質問が何件か質問がはい、うん、まあある方からいただいてるんですけども、肩の力を抜いて本音を話してる感じが面白いのでいつまでも続けてください。日本の妖怪について実際の目撃談などありましたらぜひ聞いてみたいです。あとドイツのブレーメン空港に現れたとされる UFO について何か山口敏太郎氏の見解などありましたらぜひっていうのもいただきます。なるほど、うん、ブレーメン空港に来てるのはドイツのステルスでしょ。ドイツ版西ドイツ系の学者が作ったステルスだよね。で日本近海で模型されてるのは日本が作ってる三菱が作ってる心身やね。だからみんなステルス作ってんね。みんなレーダーに映らない戦闘機を先進国が持ってる時代が来たから。だから UFO イコール宇宙人のスペースシップではなくて、UFO イコール最新兵器ですよ。最新兵器。だからね、宇宙人とはまだ別問題で捉えた方がええという説もあるよね。まあ、そういうとこでしょうかね、ドイツの話に関しては。はい、あともう一方ありまして、うん、はいはい、友達が昔車内のハンドルあたりに全身緑色をした妖精がいたと言っていました。かわいい妖精、やはり存在するんですかね。はい、カマキリね、何が、うん、カマキリですよ。カマキリいないでしょ、ハンドルに。たまにいる。いないよね。たまにいる。俺何でも見てないよ、カマキリとか。カマキリ全然いますよ。それ宇治大樹さんの実家のあたりだけじゃないの。うちの中にいる。家の中にいるの。います。いるかな、カマキリ。はい、それこそ何でもそういうのか見てないかも。カマキリって最近見ないよね。そうですね、たまに仮面ライダーでカマキリ見まくりますよ、うん、いやだってあれ知ってる、アルコール中毒による幻覚の人間っていうのは、はい、見るちっちゃいおじさんみたいなの見るんだけど、はい、必ず緑色なんだよね。グリーンフェアリーって話があって、はい、アル中の人が見る幻覚は緑色なんですよ。へー、ひょっとしたらその人はアルコール成分が非常に摂取が好きで、摂取することが好きで、はいはい、ちょっとお酒飲みたいなと思ってたかもしれないよね。うん、アル中における軽い幻覚症状は緑色の人が見えるってことだよね。へー、あるいはナルコレプシーといって睡眠障害の一種、うん、こうやって話してて一瞬だけ聞くんじゃん、はい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 、その瞬間に夢を見てるんだよね。だからどっちかでしょうね。どちらにしろちょっと一度健康面はチェックされた方がいいと思いますね。現実的だ。うん。でこれ二人これあとで、ね、うちの保坂が連絡するから。オカルト研究家に聞いたらね、うん、病院行った方がいいんじゃないですか。ね、オカルト研究家でなくても。歯が染み、冷たいもの染みる。いやいや、オカルト、違う、だってオカルト研究した結果そういう結論になってんねんから。はい、じゃあ妖精はいないんですか、全身緑色の。いる場合もあるけども、それはちょっと僕はアルコールに対する割と禁断症状的な感じがするね。アルコールかカマキリかどっちかですよ。カマキリかどっちか。カマキリの場合どうしたらいいの。捕獲。捕獲する。捕獲して逃がして。出たな、カマキリ男め。イシシシ、来いカマキリ男。この俺に勝てるから、イシシシシビャーつって便利やわ、便利やわ、伊藤くん。最後だ、イエーイ、イエーイ。ちなみに、そのカマキリか妖精を見たお客様、ちなみに、スーパー戦隊シリーズの第13作目の高速戦隊ターボレンジャーの第2話のサブタイトルが、君たちは妖精を見たかというタイトルです。あ、はい、気になった方はチェックしてみたらいいんじゃないですか、ね。ぜひお願いいたします。はい、ぜひお願いします。ということで、もう2人でやろうか。やりましょう、ダブさん。やっていこう、やっていこう。誰も聞かへん。うわ楽しくなりそうですね、今回はね。はい、頑張っていきましょう。そのうち、グリーンフェアリー見るんちゃう。いやー、妖精は僕も見たいですね、本当に。キヤー。キヤー。山口敏太郎の日本大好き。この番組随分長く続いてますけども、お便りを出してない人はぜひ出してください。山口敏太郎の日本大好き。この番組は株式会社トムソン、株式会社フーミー、新運動グループ、サークルプレジャー、ほか各社の協賛でお送りいたします。
映画館発祥の街横浜伊勢佐木町のシネマジャック&ベティで映画を見よう。シネマジャック&ベティでは洋画や日本映画の名作を連日大好評上映中。上映作品や映画祭の最新情報はシネマジャック&ベティのホームページ、ツイッターをチェックしてね。1万5000話以上の怖い話とホラー漫画が無料で読める世界最大の怖い話ウェブサイト、怖話。話や漫画を投稿しアワードに選ばれれば商品もゲット。2000人を超える会員が君のとっておきの恐ろしい話を待っている。ひらがなでこわばな、こわばなで検索。こんにちは、山口敏太郎です。毎週月曜日配信中の山口敏太郎のメールマガジン、サイバーアトランティア、闇の勢力の数々の暴虐、秘密結社の陰謀など、 UFO 宇宙人の真相、未確認生物の正体、世界中で起こる怪奇と不思議を網羅し、その謎を紐解いてるメールマガジンなんですね。ぜひ皆さんフーミーで検索してください。メールマガジンスタンドフーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを申し込んでください。よろしくお願いします。山口敏太郎に聞け。はい、ということでお便りいただいております。ラジオネームメガネ大使さんからのお便りです。はい、あれまして、先日ネットニュースのリアルライブで鶴の上に人が乗っている写真を拝見しました。そこで空を飛んだ仙人の話が出てきていたのですが、人が本当に空を飛んだ、空を飛ぶ動物に乗った例はあるのでしょうか。よろしくお願いします。ハルコン、ネバーエンディングストーリーの、村さんって言ってね、この間聞いたあの人は変な写真いっぱい撮るんやけども、はい、神戸の兵庫の六甲山で撮った写真で、はい、ファルコンそっくりなこう竜が落ちて降りてくる上空から写真があって、その上に誰か乗ってるよ。それあ、違う人ですか。ヘイって言って竜に乗った人とは別の話ですか。また違う、村さん。ああ違うんですか。その上になんか人影があるから、はい、ネバーエンディングストーリーのファルコンちゃうかって冗談で言ってたぐらいね。へ、あとあの仙人はね、あの人ささめ神話、ささめ仙人っていうのがおって、はい、出口の鬼三郎の弟子でね、はい、もう死んで10年ぐらい経つかな、うんうんうん、あのささめ神話さんがなんか鳥の上に乗ったとか言ってるよ。鶴の上に乗ったとか。何がいいなぁ、幻想的ですね。これはね、こういう縁起物の絵なんですよ。すごい、こういうなんかね、まあ当時で、まあ、今で言うアイドルさんが鶴の上に乗ってるみたいな。これ絵ですけどね、これは写真です。なんか日本昔話みたいな感じですね。うん、ささみしゅうぶさんは鳥に乗って飛んでたっていう。伊藤くんが静かに、うわびっくりみたいな声出していいんですよ。鶴の上やって、伊藤くん。うわー、ネジャホワイト鶴姫え？なんだって？あの前回続いてまたかくれんじゃーネタなっちゃってすみません。かくれんじゃーネタ。かくれんじゃーネタ。かくれんじゃー自体が分からへん。みんなついてけんわ。まあまあ、だから、いるんですか？いや、もう亡くなっちゃいましたからね。空を飛ぶ動物に乗ったことは。まあ、竜に乗る、鶴に乗るあたりは、仙人クラスはできるっていうのよね。それは魂レベル？幽体離脱した魂で乗るのか肉体で乗るのか知らんけども、はい、まあ仙人クラスはいけるぜというような言い方してるね。空飛ぶ動物って何ですか。まあ竜、鳳凰、あと天馬。じゃなくて鳩とかじゃない。まあ鳩でもいいけどね。なんで竜とかそんな鳩とかスズメとかやな。小さ、あの小さい、死んだ。だって空を飛ぶ動物って乗れないじゃん。もういやいや、乗るっておかしいんですよ本来。あの、うん、鳥の魂が鳥に変わって帰ってくるっていう考え方があって、うん、あの入内スズメなんかはあの、まあ、流された貴族の魂がスズメになって帰ってきて、うん、こうね、あの何、米粒をついばむっていう伝説はあるよね、うん、へー。だからあの九州とかだったらあのお盆の時トンボとか捕まえんよね。ああそうなんですか。あれはなんかうちの嫁が聞いたらなんか、はい、九州ではあの死んだ人がこうトンボに乗って帰ってくるから、トンボを捕まえてはいけないって言われてました。子供とか羽ビーってむしりますよね、あれね。まあやったりするでしょ。ああもう九州は絶対あかんね。おじいちゃんおばあちゃん帰ってくるからあかんって。であとあの面白かった、あのこれ歌舞伎界ではすごい有名な話だけど、中村家、はい、
この前あの勘三郎さん亡くなったやろ、はい、勘三郎さんのさらにお父さんは肺になったよね、はい、中村家は代々肺になって帰ってくって言うて、うん、中村家のお弟子さんとか肺があったら肺炊きで叩こうとするじゃん、緊張で振ろうと、はい、やめてって、そういうのからおじいちゃまっていう呼んでた、おじいちゃまが来たよ、だから死んだ人が虫とか鳥になるっていう考え方は昔からあったよね。うん、だからあのその家によってよ、蝶々になって帰ってくるとかね、うん、あの親父の命日に必ず蝶々が来る話を聞いたことあるよね。そしたら、あ、親父が死んで蝶々になって帰ってきたんだみたいな、意外と死んだら虫になるとか死んだら鳥になるという考え方はあることはあるよね。乗った例はないんですか？乗った例はささめ神話とか、あと雲に乗ったんだったら久米仙人とかね、まあ仙人クラスでは飛んでるとか、うん、あと遠藤連って修験道の名人も空を飛ぶとか言うてるね。でもまあ実際には乗らんでしょ、乗ったと思ってるだけなんでしょ今日現実的ですね。いや、いつも現実的じゃないですか僕は。そうですか、うん、もう一つありますけど行きます？もう一つですか？ステッカー差し上げます、はい、ラジオネーム国防総省の男さんからのお便りです。はい、皆様こんにちは。こんにちは。最近知ったのですが、昔の浮世絵にスカイツリーハンバーガーが落ちている絵があるという話を聞きました。これ本当なんでしょうか？スカイツリーはあのなんか実際の今の墨田区のあたりこう描かれてる。ああ、はいはいはい、もうスカイツリーそっくりなの。うん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 。で、実は当時からもうスカイツリーを予言していたのかって大騒ぎになって、うん、なりましたね。ただあれはあれ足あの確か足場やね、足場やぐらやぐらを組んでこう、それを組んでるのがそのスカイツリーの形状に似てるからそういうふうに見えるっていう、墨田地区のそういう似てるからっていうことですか。そう、ハンバーガー落ちてるっていうのは、ハンバーガー落ちてるという意味は分かんないけどね。また言っておく。声出していいんですよ。なるほど。何これこれこれ何これ、ハンバーガー落ちてる。画像の方がこれわざと作ったやつなんじゃないですか。普通に元絵は何、浮世絵になんか遊女さんの足の下駄のところにハンバーガー落ちてる絵が、あ、こんな感じ。ハンバーガー落ちてる。これは違うぞ。あのこれは多分ね、当時の食べ物でこういうのがあったはずだよ。何だったかな、何ですか、あのね、パンじゃないのかな。パンではない。あの当時のなんか外食産業のなんかまんじゅうかなんかね、そういうのでこういうのがあったと思うけど、ハンバーガーに見えるだけ。確かに現代人の俺が見るとハンバーガーに生まれそうになっちゃってますけどね。丸々落っこっちゃったんですね。リアルに東京で落ちてるハンバーガーやな、ね、食べかけでほっとるような。ハンバーガーに見えるけど違うんだ。いや、当時のスイーツやね、多分。スイーツ。ちょっともう一回見た。どんなスイーツ？あららららら、ハンバーガーが食べたい。ハンバーガー食べたい。そうですか。だから保坂さん大喜びだな。だから今までの俺たちは大体、でもさ、今の歴史は全部残ってるけど、江戸時代って政治とか経済とか偉い人の記憶が残ってるけど、庶民の食生活とかあんまり記録されてないの。だから当時流行ってたあの。まあ今でいう外食産業、グルメ、ファーストフードの一種じゃん、これは。だから、なんだろう、うん、何でしょうね。ちょっと調べたくなるけどね。うん、でもハンバーガー似てるっちゃね。そっくりですね。紙に包まれてますしね。チーズ、チーズっぽい。チーズも見えてるもんね。うん、チーズバーガーよね、これ。ハンバーグもちゃんと、レタスも見える感じ。捨ててる感がそんな感じがするな。落ちちゃったんだな。うん、なるほど。まあ、ね、まあ、当時のグルメとの勘違いでしょうというところですね。はい、うん。まあ、解決してしまいましたけど。はい。どうしましょうか。いいんじゃないですか。あっさり終わってしまいましたけど。もうちょっとな。伊藤くんどうですか。え、今回って結構、なんていうか、こういういただいたご質問に答えていって、あのね、解決して終わりみたいな。基本的に、当番組はずっとそうなんですよ。聞いたことないだろう、この番組。あの、ごめんなさい。あの、声でまずリアクションしないと、あの、今、パッて正座に切り替えるアクションをしていただいたけれども、その間、ガサガサって音が出てるから、すいません、あの正座して謝りました。聞いてる人が、どんな絵面になってるかとか、想像できるよう、伊藤さん、山口敏太郎さんに逆に質問があれば、山口さんに聞きたいこと、何でもいいんですよ。あ、何でもいいですね。うん、
ピンタロウ先生、好きなユーマは何ですか。なんだこの普通の質問。好きなユーマって言ったらもうユーマじゃないじゃないですか。いやでもそれはでもあるよ、ユーマ好きの中では普通の。あ、そうなんですか。例えば天野道博はまあどっちかっていうとタスマニアタイガーとか好きだね。中澤は誰が好きかな、まあ、ネッシーとかそういうのが好きなのかな。ネッシーはタコだって本当に言い張ってるからね。でも俺が一番好きなのは何かな、今一番ハマってるのは。でもやっぱり好きなのはね、やっぱりあの、うん、ベタなやつが好きだな。あの、ブラシモンキーとか。それがベタ。うん、ごめんなさい、どこの国にいるやつでしょ。アメリカにいる、あの、小型のビッグフットみたいなやつなんだけど、ね。そうですか。あと小型のビッグフット。うん。ちっちゃいビッグっていうのは私です。まあ、ビッグフットは2メーター以上あるとは言うんだけど、うん、まあ、人間ぐらいの大きさのやつがいるんで。うん、あとは、あの、あれホレストマンっていうインドの怪物とかね。あとは日本で言うとあれかな、日本で言うとやっぱりあの滝太郎とかそこら辺がすごいロマンを感じるけどね、うんうん、なんか本当にいてもおかしくない系の方がやっぱロマン。私も聞きたい。何を。山口敏太郎に聞け。はいはい、何でしょうか。雪女はユーマですか。いやいや、ユーマじゃないです、妖怪ですよ。あ、すいません。雪女怖いよなですかね。終わっちゃった。ユー瞬殺。ユーマとユーマと妖怪の違いし分かんない。毛。え、毛が生えてるか生えてないか。あの、だって雪女も毛は生えてるでしょ。まあ、もじゃもじゃ。噂には聞いていたんですが、千夏さんって結構天然で面白い方なんですね。天然です、はい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。またこれで今度また怖がらされちゃう。伊藤に言われちゃったよっていう顔をしています。天然に天然と呼ばれる皆さんのために今表現、まあ、え、ちょっと待って、じゃあ誘拐と誘拐。妖怪と妖怪は全然ちゃうぞ。妖怪と妖怪の違い教えてください。だってもう明確じゃん。え、明確だ。妖怪は、うん、あの超自然的な妖術、妖能力、妖術を使う。ああ。で、あのユーマは動物だから。動物か。動物だからそういう怪しげな技とか使えない。サンタクロースは？サンタクロースは妖怪でもなければユーマでもないよ。誰？まあ、あの、まれびとだよね。偉人と書いてまれびとだよ。例えば、ゴリラももともとはユーマだったんですよ。100年ちょっと前くらいにあの存在が確認されて、それまでは森の中になんかでっかい猿みたいなのがいるぞみたいに。当時のやつ見ると魔人って書いてるね。黒い魔人が襲ってくるみたいな。怖いですよね。人間に似ててあんな、ね。初めて見た人はね。予備知識ないからさ。もう怪物だよね。そりゃそうですよ、ね。ただもう認定されたからもうあれは動物になってる。うん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 、だから、捕まえられたら動物になるのが、既存動物に組み込まれちゃうのはユーマであって、うんうん、妖怪は怪しげな姿を消したりね。あー、そっか。あるいはなんか炎を吹いたり、空を飛んだり。動物との違いか。うん。ちょっと常識を考える能力を発揮するのが妖怪だよね。わかりました。そういうことです。だって雪女で人を凍らせたり、ね、する、妖術使う、ね。固めたり、氷結させたりするじゃない、うん。はい。あれはだから明らかに動物ではありません。楽しかった。え、そう思わなかった。思わなかった。だそうです、はい。まあ、生物学的にまだ存在が確定されていない動物が、まあ、ユーマってことですね。そうそう、未発見。ただユーマの中でもね、怪しげな、アジアとかアフリカは怪しげな設定がついてるやつもいるんですよ、うん、あのそいつを見ると死んでしまうとかね。ちっちゃいおっさんってどっちなんですか。あれは微妙やな。まあどっちかっていうと俺は妖怪とか妖精の類に入れたいね。そうですね。どちらかといえばどうしても手なら妖怪かなと思います。ただじゃあちっちゃいおっさんみたいなああいう小さい種族がいないのかってなると微妙なんだよね。そうですね。いるかもしれないですよ、ね、いやいたんですよ。1万年前までは1万年前まではホビットマンといってインドネシアで、日本では全然報道されてないんだよ、はい、あの身長が1メーターぐらいしかない種族がいたんですよ、はい、ホビット一族というのが。で、もう化石も出てきてるんだよ。ほんで、現世人類と並立して生きてた、はい。俺らの先祖、1万年前の日本人、旧石器時代の、はい、人と同じ時代に1メートルぐらいのちっちゃい種族がインドネシアにいたんだよ。はい、だから日本人の先祖で旅をしてる人は会ってる可能性があるんだよね。だから日本にはね、スクナヒコとかね、一寸法師とか、あの、コロボックルとかさ、うん、あるじゃない。はい、あれは多分ホビットマンと会った記憶じゃないかなと思ってるね。ガリバー旅行記だってさ、小さい、ね、世界中にそのいますもん ね小さい人たち、妖精とか。だって世界だって一番背の低い人間で30センチだよ、確かギネスだと30だよね。うーん、
俺世界丸見えで見たんだけど、その人が手の上でこう踊ってるんだ、女の子が、うん、大人のこの手の上でこう踊ってるんだ、これぐらいでしょうか、うん、こうってわざわざ研究家の口から世界丸見えのソースが俺世界丸見え大好きなんだよ知らんけどでもさ、地上波でだってあれ流すと思うの、テレビの話だって丸見え見ない。いや見る見ない、見ますけど面白いですよ。アンビリバボーも面白いですけど。アンビリバボーそっち出る側の人間がそれ見た話するって。いやいや、それは地上波でああいうのを流せるっていうところがすごいということ。ああそうですね。で、そうって10年経ってないねんね。うん、あの2000年以降でそういうのちっちゃい女の人が踊ってるやつ流してて、うん、俺江戸川乱歩の世界かなと思うな、うん。ものすごい不気味だったもんね。うん、いや、こんなん地上波流してええんかいなと思ったら、なあ、それ以来ピタッとその話題に触れなくなったけどね、その場で。だからやっぱり、小さい視力もおるかもしれんよね。なんでみんなこっち見るんですか？やめてくださいよ、そういうの怖いんだけど。なんで実際見てるんですか？小さいおじさんがいるんだよ。ああ、探してるってことですね。うん、みんなこっち見るから、ね。なんかちっちゃい熊さんはいらっしゃいますね。へ、え、ぇ、ー。うん、ああ。終わり、そのとこでしょうか唐突で終わりだ、はい、ということで、ステッカー差し上げます。はい、山口敏太郎の日本大好き、ただいま三河安城駅を帝国通り通過いたしました。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名、バーベキュー、ドライブ、テニス、ダーツ、ライブから楽しい飲み会までいろいろ、見学者大歓迎。一度きりの人生だから好きなことやってたくさんの仲間とワイワイやろう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録。山口敏太郎が監修する渾身のアプリ。毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？山口敏太郎の日本大好き、または日本敏太郎の山口大好き、教えて千賀先生。はい、お便りいただいております。ラジオネームポロリさんからのお便りです。はい、千賀先生、こんにちは。こんにちは。最近私には同棲している彼女がおり、将来的には結婚も視野に入れているのですが、唯一の問題はとにかく彼女の作る飯がまずいということです。飯がまずいというよりもおそらく育った環境の問題ということなのかもしれませんが、とにかく合わないのです。まず第一に米の炊き方から全く違います。彼女はほぼお粥状態の炊き方を考えて、何かおかずを作るにしても調味料を使いすぎでほぼ味の素の味しかしないような炒め物を作ってきます。他は全く問題がないのですが、ここだけが本当にネックです。皆様はこのような経験ありませんでしょうか？あるある、よろしくお願いします。教えて千賀先生。へー、あるよな、これな。なんかよく聞く話。俺大学時代付き合ってた女の子がものすごい料理が下手で、はい、山口さん女の子と付き合ったことある？いや、普通に。びっくりした。普通に。意外。クッキーがまずいんだよ。クッキー？クッキーとかお菓子とか入ってくるやん。クッキーなんか別にいいじゃないですか。いや、味付けがね、ものすごい味オンチなんだよ。うん、うーわ、何これバサバサでちょっとあかんとかね、水分足らんとか、全く味がせえへんとか、そんな。でも我慢して食わされるやんか。はい、きつかったな、あれは。山口さんでもあんまり味とか、そういうのに。あれじゃないですか、味覚なさそう。こだわらないじゃないですか。いや、こだわって言いますよ。あんまり美味しいとか言わないじゃないですか。いや、あの、美味しいとか食べに行ってますよ。名店は食べに行くけども、うん、はい、あの、日頃。感動しないですよね、美味しい。あんまり。何やねん、そういう。結構、えぐい付き方してますね、千賀先生。違う、あの、千賀先生、えぐいな。違う、山口さんとかと。感動しないですよ。しないですよ。それ人間がないことですよ。違う。ご飯食べ行くじゃないですか。うん、で、すっごい美味しい時とかも、うん、うん、もぐもぐもぐ。って感じなんですよ。ああ、うん、それは感想があんまり。そう。いや、それは思ってるけど、別に口出す必要ないなっていうだけだよ。美味しいと思ってんですか？いや、思ってるけどね。これが俺だってグルメレポート広島ホームテレビのアグレッシブですけど、何か世界一まずいラーメン中島さんと一緒に行って、はい、戻したもん。まずすぎて。
リアルやん。そんなに美味しくないんですか。俺も中島さんのことバーってと思うんですよ。そこのお店の人かわいそう。いや、そういうわざと勇者たちを募る店なんよ。ああ、食材無駄にしてるんだ。よ、要するにまああの豚の豚足が生焼けで入っていたり臭いが入ってたり、ものすごい壮絶なんだよ。完食した人がほとんどいない。2人ぐらいしかいないのかな。だからあのちゃんと味覚はあるんやけど、それ以上に考え、例えばイベントとか、ね、会社の運営とか考えてることがあってあまり喋らないって言ったな。へー。でそのクッキー作ってくる彼女どう対処したんですか。二十歳ぐらいの時、はいはいはい、いやもうあの一生懸命食べたよ。食べたふりして隠して後で弟に壊したでしょみたいな。弟さんはちゃんと食べるんですか。うまぜえとか言ってそれでいまだに兄弟仲が悪いんだよね。兄弟仲悪くない適当なこと言ってます。そう、うちの兄弟は仲いいね。あ、そうなんです、でも山口さん基本的に物を残さないって言うじゃないですか。残すと怒られるもん。テンションが低くなるけど頑張って食べるっていう。だって嫌いな食べ物もあるけど、うん、作った人がかわいそう、あの申し訳ないでしょって親父とかおふくろに言われたから食べなきゃ気が済まないんだよね。人が残してると代わりに食べてあげたりするもん。でなるとなんか申し訳なくて食べちゃうんだよね。でもさ、これ飯まずいとダメだよね。伊藤君そう思わない。ちなみにこの質問者のポロリさんにちょっとお聞きしたいのが、うんうん、そのポロリさんご自身はお料理ができるのかどうかとか言っても、あで例えば男が作ってやる、ま、そうですね、料理をあのポロリさんがそれなら彼女さんに作ってあげて、しかも一緒に住んでるわけですから、うん、でその彼女さんがだってこの料理がちょっと美味しくない以外は全く問題がない女性だって言ってるんですから、例えば本当洗濯だとかもう洗い物だとか掃除とかそういうのはもうすごい何でもできる人みたいにやっぱ思っちゃうんですけど、そういう自分のそれぞれ得意なそういう家事とか役割を分担してそれで一緒にやっていければきっといいんじゃないかなと思うんですよね。それ、はい、答え。あれ？千賀先生。千賀先生、しか抜いてる。教えて、ひろき先生になってますけど。あ、本当にあの、恋愛の話、超好きですよ。特撮の話、並み好きですね。だって、中津川すばるプロデュース、伊藤くんの恋愛イベントがあったんだよね。ありましたね。自分で忘れてたけど、伊藤は。あ、ありましたね。黒歴史並みですね。知ってる？だって、あの、愛を語る伊藤ひろき。プロデューサーは中津川すばる黄金コンビでやって、客何人だったっけ？それ僕本気で忘れてましたね、それやってたっていうこと。客2人?2 人なの?2人だけど、ね、2人しかいなくて。そう、全て忘れてた、僕マジで、素で。その時愛を語ったんでしょ。自分が何喋ったかももう覚えてない。覚えてないです。でもこれ、うん、違うかもしれないですよ。この人、ポロリさん、逆に料理がすごい上手で、彼女は普通なのに美味しくなく、グルメすぎて、彼女の味が美味しくな感じてるだけで、この人がグルメすぎるのかもしれないですよ。でもほぼおかゆ状態。ほぼおかゆ。これね、でもほぼおかゆたまにありますよね、多分。ポロリさん歯が悪いから気使ってくれてるんですよ。歯がポロリ言うてね、うるさいわ。違う。これはちゃうって。虫歯なの。いや、ちゃうちゃう。多分あのおかゆあの。こういう家に育ったらありえます。年寄りの家や。そう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 。おばあちゃんが多分。おばあちゃんおるとき。おばあちゃん多分。おばあちゃん用には、ちょっとおかゆっぽくして、おかんが作ってたんですよ。出なかった？ばあちゃんちのご飯ってやわくなかった？おばあちゃんち全然もう、みんな同じの食べてました。嘘。はい。うちのばあちゃんちのご飯、たくやばあちゃんが、うん、もうおかゆみたいでもう、べちゃべちゃだったよ。そんな食べたことない。柔らかった。多分調味料も使いすぎで、ほぼ調味料の味しかせえへんようになって、わかる気がするんですよ、ね。ちょっと田舎っぽい感じやな。だから別に教えてやりゃいいんじゃないの。教えて一緒にやったりだとか、まあ、それでも。まだ付き合いたてなんじゃないですか。うん、付き合いたてもすぐ同棲。そう。だって気使うぐらいだもん。結婚も視野に入れてるからな。そう、だから食生活ってすごい。大事。大事。だって自分を作っていくものじゃないですか、食べ物って。これずっと我慢してたら、病気になる。毎日、しかも3食じゃないですか、うん。2食かもしれないですけど、なんか、それずっと食べていくってなったら、ねえ、危機じゃないですか。いや、だからこれストレス溜まるよ。付き合いたてですよ、これ。まだ言えない仲なんですもん。だって本当に何年も一緒にいたら言えるじゃないですか。でも言うとね、ショック受けるんちゃう？だから言えないんですよね、これ多分。気遣ってんですよね。俺も、あの、あれやで、言えんねん、そんな、なかなか。
ちょっと言える？それなんか現在進行形なんですか？いやいや、俺も結婚生活20年経ってるけど、3回ぐらい、うわ、まずこれ食べれんって言った時やった時は、嫁はガクーとなるもんね。あの人はね、料理好きで研究し続けて、前衛的なものをたまに作るわけよ。なんとか風、なんとか風、ポト風とか言って。なんか、全然味がせえへんとか言って。前衛すぎて。失敗するときはありますよね。完璧な人なんかいない。ちょっと挑戦してみて、うん、で、料理って作ってる側ってもう食べても味わからない場合が多いじゃないですか。うん、そうそう、お腹いっぱいになってるからね。ねえ、うん、味覚とか、まあちょっとね、うん。あとね、でも、私も料理はするんですけど、うん、味を、なんか作ってる時にもうどんな味になるか自分の味付け予想がつくから自分の料理が美味しくないです。もう大体分かっちゃうから、だから誰かが作ってくれるとすごく嬉しいですね。もう大体分かるじゃないですか、自分の味っていうのは。お腹いっぱいになるわけね、味付けがね。だからもうね、例えば誰かに披露することがあったとしても美味しいかどうかっていうのは分かんないですよね。まあ東海支部で僕と中澤君がね、作っていただきまして食べましたけど、はい、思ったより全然美味しかった。何思ったよりどういうことですか。いや、あの、やっぱりね、そのなんかね、取り澄ました料理下手そうに見えます。見えるから。見えます。ほんで、あの、沢口キャスパーと、はい、キャスパー沢口と牛崎さんが作ってくれたのは、二人ともそんな達者ではないのかなと思って見てたから、あの、校長さばきかな、そう、食べたら普通だったから。包丁さばきがなっていますけど、山口さん帰ってきた時にはもう出してたから、さばいてるところ見てません。え、そうだったっけ。見てません。嘘です。なんか嘘です。嘘やん、俺おったやろ。帰ってきたらドンって出しました。あ、そうでしたっけ。はい、訂正させていただきます。でもなんか、あの、ものすごい時間かかった。昼過ぎからやってて、俺は仕事行く前からやってたよね。仕込んでたんですよ、トロトロになるまで仕込んでたんで。でもね、男はね、この飯がまずい嫁はんは絶対きついね、これ。これだから、うまいこと誘導せないかんよ。だってポロリさんに愛人ができたら、愛人が料理を美味しかったら、愛人宅に居座っちゃいますね。そりゃそうですよ。男の人って結構、その料理で家に帰ってくっていうじゃないですか。そう。なんか、違う？あ、そりゃ言える。ありますね。うん。だってこの前俺、川柳で俺作ったの、盆正月、おかんの味を思い出すって。あの、帰るやん、たまに帰っておかんのすき焼きとかカレーとか食べるやん、うん、嫁の味付けと違うわけよ、うん、あ、おかんのカレーはこうやったとか、こうすき焼きはこの味付けやと思い出すわけよ。やっぱ絵付けされてるんだね。そうですよね。男は母親とか嫁はんに絵付けされてるんだよ、うん、だから逆にこのポロリさんは美味しい店に連れて行って、うん、どうやこの味付けがうまいんやねとかね、これ美味しいってアピールした方がいいですよね、うん、うわこの味だみたいな。そうそう、見てみ、これお好み1個でもちゃうでとかね、うんうんうん、ちょっとずつ教育せないからね、これ自分で作ってやる、で伊藤が言うんで作ってやるとかね。まあ、僕はお料理全くできないので、まあ、だから自分だったらこうするな的な感じでさっき話してたのが、うん、やっぱりその彼女の人が、うん、まあ、料理ができる人だったら料理ね、君の作ってくれる美味しい料理を毎日食べたいなって、もちろんそれ好きな人だから本心で言って、で作ってもらって食べて、うん、でもその料理の入ってた食器とかの洗い物は僕が彼女の分も含めて自分がやるようにして、そういうので役割分担できたらいいんじゃないかなと思ったから、そう、ね、そういうのを踏まえてこのポロリさんにも話してみたんですけど、それです。それです。それです。はい、解決ですか。解決です。ズバッと解決。ズバッと参上。え、俺はおーかーい、あ、え、これ歌ってみたいな。歌ってたね。おーかーい、あ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 、ズバッと参上。アウト、カット。キャキャキャ。伊藤さん、結婚願望はあるの？まあ、あるとないとで言えばあるでしょうね、そら。伊藤君はいい旦那さんになるんじゃないですか。優しそうですよね。優しそうですし、何も問題なさそう。あと定期収入だけやね。まあそうですね。収入安定せるな。え、収入とか関係ないんでしょ、別に。好きな女の人だったら、が来てくれた。いや、あの、その、人を少しでも、あの、いい生活ができるように、自分と彼女のために、定期収入を最優先します。再現してなかったら普通やな、君。言うてることが。すっかり普通になっちゃいました。もう社会人をまともに。洗い物できるんですか？まあ仕事上できないわけにはいかないですね。そっかそっか、はい。掃除もできる。まあ仕事上、そんなうまくないにしてもできないわけにはいかないですね。苦手なことって何ですか？料理。なんだそれ。本当、
まず料理をやってくれたら本当にもうコントラストが激しい。本当に僕頑張っちゃいます。伊藤さんは彼女ができたらどんな風にや、あれですか、何をしてあげますか。まあ何をしてあげるかとしたら、人生に一度だけできたその元カノとの付き合ってた時にやってた失敗を二度とやらないようにする。どんな失敗してたの。失敗どんな失敗ですね。本当にデリカシーのないことをまず言いまくっちゃったっていうのもいろいろ。どんなこと言うたの。いやもう本当シャレにならないこと。お前を倒してやるとかそんなんで。まあそれもデリカシーの問題じゃないかもしれないけど、ちょっと言ったら聞かれるでしょうけど、うん、の前の彼女とはもう復活は無理なの。無理ですね。向こうも結婚して子供もいるらしいですから、ね、結婚して子供がいるんか、うん、じゃあ無理だな、はい、今気になる人とかいないですか伊藤さんは。まあ何や今、何や今の顔上向いてああどうしたどうした、なんかやばいゾーンに突入したんか。ちょっと引いとこうかな。とりあえずクリスマス会か。なんかごめんなさい、クリスマス会働いてはるバーで。いやいや、クリスマス。いるんですか気になる。クリスタルスカイがある間はもう僕クリスタルスカイのことで頭いっぱいなんで。うん、じゃあ、一緒に辞めるときに、一緒に働いてる女の子に、ちょっとなんかアプローチしてもええんちゃう。従業員の女の人とかいないんですか。気になる子はいないのかね。ちょっと怖いから。怖い、怖い、怖いの。はい、だって店長やろ。店長なのかな。まあ責任者やもんな。うん、体調があんまりいない間は僕がでしょうけど、うん、でもそういう間柄にならないじゃないですか、やっぱり。ならないですか。だと思うし、うん、いやだってもう明日から君と会えないと思うと僕は辛いから、今度デートしてくれてもいいんじゃないの。そうそうそう、まあ、デートとまでは言わないにしても、まあなんか食事と映画行きましょうでもいいんじゃないの、うん、まあなんか共通の好きなものとかあったら誘うだけは誘うんじゃないですかね、従業員みんなに、はい、気になる人いないですか。何しろクリスカのことで僕は頭いっぱいになって、クリスカ、あ、クリスカ、略してクリスカってみんな呼んでるので、それ略し方ね。それ聞くたんびどこの風俗やねんって思ってます。でもそれよく言いますね、隊長も言うんですけど、立川のクリスタルスカイで絶対風俗。こちらはクリスタルスカイはタバクリスタルスとは違いますからねって言ってますね。それは分からへんけど、あ、そんなあるんやろ。こちらの地元で達者、すいません。いやなんかこのなんか好きな芸能人の方とかなんかタイプ、好きやタイプ。それは、でも、はっきりと言えるのは、はい、好きになった人がタイプです。また普通やな、ね。びっくりし、面白みがないな。誰々、アニメの誰々のキャラみたいなとかね。あ、それ、やっぱり僕、ヤンデレちゃんみたいな。ヤンデレ、ツンデレでもいいね。何でもいいね。もうしんどいな。忙しいな。だから僕、僕だから実際そういう、やっぱり。そうです、本当に。しおきさんどうですか。いやだ。それが正しい反応だと思います。それで言うと、僕もなんか考え方、告白してんのに振るって。考え方だから、中澤さんと中澤さんさっきそう言っときながら自分も似てるのが、自分が仮に好きになった女の人がいたとしても、うん、その女の人が自分のこと嫌だって思っちゃったら申し訳ないなって思っちゃうと聞きますね。それを頑張ってこうね、求愛するんがオスとしての使命じゃない、はい。伊藤さんは絶対優しいと思う。すごい大事にしてくれそう。そう、うん。それはまあ、いろんな過去の失敗があるから、そういうのも踏まえて。ほんでな、覚えときな、こう、うん、公の場で、優しい人だと思うって言うてる女の人自体は絶対言ってもあかんからね。これ覚えときな。こんなふうに言うから、褒めてくれる人は、全く気がないから、ね。これ絶対覚えとかなあかん。だって山口さん、あくびしてますもんね。こんなところ。まあ、山口さん恋愛知らないですけど、まあ、優しいからきっといろんな女の人になんか遊ばれるんだろうな、うひゅひゅみたいな。ちょっと強引に行った方がいいですよ、ほんま気になる女の人おったら。だって今まだ経験人数2人やろ。最後まで行ったのは少なすぎるぞ。何を言うとんやん、まあ、別に本当に自分の好きになった人としかもうそういうのしたくないですし。いやいや、もっと遊ばなな。いやでも今のコーナー、うん、伊藤さんが全部答えてくれたんで、それでお願いします。はい、結論出ました。はい、はい、CM です。山口敏太郎の日本大好き、タイも好き、ゾウさんも好き。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3595-4700
3597-8755。 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。山口敏太郎の日本大好き。痛い、カラス指。はい、ということでエンディングですけどもね、伊藤さん2回にわたって出ていただきます。どうしようかね。恋愛どうですか、伊藤さん。恋愛といえばそうだ、思い出したことあったんですけど自分の恋愛よりもやっぱり人様の恋愛の方が見てて楽しいんですけれど、ですね、スーパー戦隊シリーズの第15作目に超人戦隊ジェットマンという作品がありまして、まあ、これがあの戦うトレンディードラマと言われてるくらいの子供番組とは思えないドロドロとした恋愛劇を描いている作品で、まずあの主人公のレッドの元々の恋人の彼女が敵の組織の幹部になっちゃって、まあ、元恋人であり敵であるという、それだけでもいろいろ大変なのがあるのに、そのメンバーのホワイトがレッドのことを好きになっちゃうんですね。でもそのホワイトのことを今度ブラックが好きになってしまっているという、それだけで戦隊内で三角関係が発生しておりまして、でも最終的にはホワイトがあのブラックの方になびいてしまって一回二人が付き合っちゃうんですけれど、もう分からない。本当にこれ子供番組ですよ、何度も言いますけれど、でもこういうの聞くとなんか恋愛ドラマとして見てみたいって思わないですかね。僕はもう自分が恋愛するよりやっぱりジェットマンのそういうのを見てる方がとても楽しいと思っちゃいますね。あ、なるほどね。そういうの見てた方が思うかもしれんでね、それでも思うか、ギャーうわ、伊藤君、はい、うまいことできてるで、ありがとうございます。さっきダメ出しした甲斐がそうやね、そういう風に答えんねんで。ダメ出ししたんですか、なんかしないですよ。まあ、自分の恋愛となると真面目に語っちゃいますね。もう特撮の世界と違いますから。あのギャル系とか、どうして、はい、戦隊ものは、はい、いろんな色あるじゃないですか、はい、ピンク色が女の子じゃないですか、はい、でもその5人の中にピンク色が1人の時と、違うシリーズだと黄色とピンクで2人女の子の時、ね、何が違うんですか。まあなんか戦隊のそれぞれの毎年やる作品の作風によって、うん、はい、今回はヒロインを、はい、まともに答えちゃダメ、まともに答えちゃダメ。黄色とピンクではどう違うんかな、伊藤君。おほんえでえで年によって、はい、もう硬派な男の戦隊にしたいという年もあれば、はい、ちょっと女の子がいっぱいいて、もうキャッキャウフフっていうギャルゲーみたいな、うん、あの戦隊にしたいなという年があって、それによって違うんですよ、はい。女の子2人いると、結構みんなキャッキャってなってるんですか？まあ先ほどのジェットマンも女の子2人がいますけれど、はい、敵幹部にも1人女がいますけど、それもあっていろいろ恋愛事になったりとかそういう場合もありますから、で、はい、多い年だと女の子2人どころか3人いる年もいたりしますからね、まあ途中から入ってくるのも含めれば。じゃあ敵で女ボスいるじゃないですか。はい、女ボスとヒーローが恋愛落ちるってことありますよ。まずそのジェットマンの4年前のスーパー戦隊シリーズの第11作目の光戦隊マスクマンが、まずその後のジェットマンのプロットみたいなのがあって、もともとその主人公のレッドの彼女がなんか敵にさらわれて、そこの敵の実は姫だったとかそういうのもあったりしますし、あとはまああのスーパー戦隊シリーズ第20作目の激走戦隊カーレンジャーでも、まあ全体的にコメディ色の強い戦隊ではあったんですけど、その中の幹部のゾンネットっていうのと、そのレッドレーサーが、あのゾンネットがレッドレーサーを好きになっちゃうんですけれど、そこの再現やってください。まずは友達から始めようとレッドレーサーが言うんですけれど、でもそのゾンネットが実は好きなのはあくまで変身した後のレッドレーサーが好きで、変身前 の、まあ、あの人間体の主人公のいわゆる陣内京介っていう名前のそのキャラの顔を見た時は、なんだただのサル顔の一般市民じゃないとか言ってて、本当あくまで変身した後のレッドレーサーが好きで、変身前の陣内京介や興味がなかったんだけど、いつの間にやらいろいろ変身前の姿も好きになっちゃうとか、そういうのもあったりしますね。山口さん眠いですか、大丈夫ですか。いや俺視聴者ほとんどついていってないんじゃないかなと思いや俺は全然普段より面白いよ。あ、ありがとうございます。大丈夫、うん、じゃあね、他にも主人公側と敵のそうですね恋愛事って多分他にもあったと思うんですけど、ヤッターマンのドロンジョとヤッターマンが恋愛に落ちるみたいな実写版であったじゃないですか。ああ、不可教の時だ。ああいうのどう思うよ、どう思う。あれ確か原作のアニメではそんな風にはなってなかった、ね、アニメでもちょっと匂わせるシーンはあったんですよ確か。まあなんでしょう、あれはまあ桜井翔くんと不可教だからちょっとそういう風にしたらいいんじゃないかな的な、わかんないですけどね大人の話しちゃったのかな今な
フォローしようとしてる。山口さんがもうヘトヘトになってますけど。いやいや、まあ、いいんちゃうかなっていう。で、まあ、冷静に社長として見てて。いや、でも、すごい濃い人ですね。面白いですね。キャラ濃い、ぜひ出てほしいですね。あと、番組どないすんの？野中比喩、あの、14代目トイレの花子の番組に合流するのか、それとも、中澤さなだ愛花の番組に合流するのか。どっちかに、どっちを狙うの？これはもし僕が何々がいいですって言ったらその希望通りに、うん、そこでもうあの戦いが始まるよね。中澤が入れる入れないかの。なんでそのことチラって見た。あ、なんで俺を見た。本当にごめんなさい、本当につまんないお返事になってしまってもよろしい。真面目なんだよ。ごめんなさい、山口さんを怒らせてしまった。本当申し訳ない話になっちゃうかもしれないですけど、本当ごめんなさい、これ本当失礼な答えの仕方。大丈夫大丈夫、全然大丈夫よ、ね。少しでも生活に支障がない方がいい。え、どういうこと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 、生活に支障がない方がいい、支障がない。どっちかはあるの。いや、というか、まず、うん、こちらのいい方というのと。ああ、だからギャラ次第ってことや。ギャラ次第よ。あるいは、なくてもいいんです。すごい男だね。なくてもいいんですけれど、例えば、いろいろなんて言うんでしょう、仕事、普段やってる仕事の、はいはい、ちゃんとやりつつ、それも出られる。まあ、ユーズも聞くというか、そっち系のがいいかなと。ギャラ、ものすごいリアルな話と、その、バイトの、その、シフトに合わせれるような。バイトのシフトに合わせてくれ。いや、そういうこと、それ分かってんだけど、そういうこと聞いてんじゃなくて、その、どちらと共演したいかって話よ。全然怒らへんよ、そんな。バイトの今日、スケジュールと調整、ね。決まった後で交渉することやから。そうやな。そういうこと。普通は怒られると思うけど。あ、まあまあ、普通は絶対怒らへん。面接やったら当たるけど。どっちと、いや、まあどちらにしろどっか何か絡めたらね、面白いよね。今年の抱負は伊藤さん。てかごめんなさい、まだこれラジオ撮ってる途中ですもん、ね、撮ってるよ。すいません、今いろんな失言しちゃって本当ごめんなさい、しまった。そっか、いや別にしてないと。大丈夫よ。今日お店は今日は休み、今日休みですね。木曜日は休みな。木曜日抱負抱負、今年はどうしましょう。少しでも、うん、安定した生活と結婚に近づきたい。もう一般一般人みたいな、一般の人、ね、もう普通の人だ。私も10年ぐらいずっと思ってるから。それは分かんねんけど、どんな活動をしていきたいですか。面白いこと言った方がいいですよね。うん、ディア充になるための活動です。おもんないやんけ。え、クエッシャーどういうこと。いろんな意味で。いろんな意味で。リア充って別に一般語ちゃうし。リア充は。何、だから社長が伊藤さんの今後についてアドバイスを。いや、もっとすさんだ方がいいよね。もっとすさんだ方がいい。うん、まだすさみ方が足らないよね。すさみ方が足らない。もっと曲、どん底まで落ちた方が面白くなるんじゃない。どん底まで落ちて、ほんと本気で僕、中澤さんに死にたいとか言ったことはありますから。ああ。覚えてると思うけど。でも確かに中澤さん面白がって上がりましたね。映画ちゃん路線みたいに、ある程度ぶっちぎれた方が面白いよね。だからどん底まで落ちて、ぶっちぎれたとこからの伊藤博樹の V 字回復を見たいね。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。告知ございますか。こちらね、妖怪博物館で心霊写真ガチャポンが売り出されてます。で、いろんな展示物もどんどん増えてますので、ぜひ皆さん見に来てください。はい。お台場。山口見たの妖怪博物館。妖怪博物館。はい。それと、何だったっけ。ああ、そうそう。地球防衛未亡人。地球防衛未亡人。この壇蜜さんの主演の映画なんですけど、これうちの店にもチラシ貼ってありますよ、これ。あのね、川崎みのる監督の、一応山口みたらも名前出てますね。はい。意外と、鍋やかんさんとかね、豪華ですよ。元冬木さんとか、森次浩二さんとかね、あと、デンジャラスのノッチさんなんかも、オバマ大統領役でね、はい。もうレギュラー化してますよね、その政治のシーンは。ああ、あのシーンはね。はい。で、これは2月8日から公開と。この破壊と感動のエクスタシー地球防衛未亡人、はい、ということでぜひ皆さん見に行ってあげてください。大変面白く僕のヘボ演技も入れますんでぜひよろしくお願いします。呪い面は、呪い面、呪い面もね、2月から一応一般のレンタルが始まる予定です。はい。詳しい日程はまたお知らせしますけど、 DVD ですね。そう、ドキュメント。呪い面がドキュメント。実はね、呪い面もね、まだ事件が続いてるんですよ。
ちょっと公にならない事件がね、ぜひ見てほしいですね、うん、2月リリースになるので。ずいぶん前からそういえばその話してましたっけね、なんか持ち主がどんどん呪われて転々する、まだまだ犠牲者増えてるんで、ずっと、うん、という感じかな。はい、ということで今後伊藤博樹の生き様を見ようと、ラオウのように燃え尽きるまで戦うということですね。本当我が生涯に一遍の悔いなしって最後は言いたいですけど、本当にあのいくつかテレビ番組の、ね、推薦状出すわ、ちょっと うちの伊藤が復帰するからちょっと皆さん使ってくださいみたいな。あ、それは本当にありがたいですね。それだったら本当に僕出ます。十分深夜だったら戦えるもんね。今売り込みの一言お願いします。アピール。あ、といきなりそれ言われちゃったどうしようかな。もう本当になんていうかシンプルな形になっちゃうかもしれないんですけど、生活させてください。もう大抵の要素のためなら汚れ仕事とかそういうのとかはやりますから、はい、です。それを望んでたんじゃないですよね今ね。そうかね、あと自分のアピールですか。そうです、自己紹介的な感じ。特撮だとかアニメだとかそういうのはどの世代のどのジャンルのどんな作品とかも、まあそれなりに語ることができます。それもあって特撮バーで2年間働いておりました。はい、もう一応その実績は伊達じゃないと思っております。なんでぜひお願いします。面接か。お便りをアドレス、はい、はい、感想やお便りぜひぜひこちらまでお寄せください。 nippondaisuki2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005までお便りお待ちしております。採用された方にはステッカー差し上げますということで、はい、伊藤博樹さんありがとうございます。ありがとうございます。また次回です。さよなら。さよなら。今夜もまた街が呼んだ。